こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では冬のアウターはこの3着だけでいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。最近はですね、だいぶ気温が下がってきたので結構寒がりな僕としてはですね、なかなか厳しい季節がやってきたなというふうに感じているわけなんですが、まあそろそろですね、この時期になると長い冬に向けてアウターを買おうと思っている方も少なくないかなというふうに思っています。まあ実際に本当に寒くて冬本番のアウターを着る頃には意外と人気の商品ってサイズ切れが起きてたりするもんなので、ちょっと早めに買い物をした方がいいかなと思うので、まさに今時期ですね、冬のアウターを買うにはですね絶好の時期かなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながら冬のアウター選びをですね皆さんにも楽しんでいただければなというふうに思っています。まあ、ちなみに今回はですね、3つの種類をお伝えするわけなんですが、まあ、全てを持っておくべきというわけではなくて、この中から、まあ、せいぜい2パターンくらいあれば僕は十分かなと思っていますので、ぜひですね、皆さんのライフスタイルに合ったものを選んでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまず1着目にご紹介したい冬のアウターなんですが、僕が今着ているようなロング丈のコートですね。まあ、中でもですね、チェスターコートと呼ばれるような一番オーソドックスで冬に持っておくべきコートというのはですね、こちらで間違いがないのかなというふうに思っています。まあ、この形自体はもうトレンドアイテムというよりは、まあ、ベーシックで定番的なものになっていまして、もう本当に10年ぐらい前から徐々に増えてきて、今ではですね、様々なショップで取り扱いがあるんですね。ただですね、チェスターコートもその時々でシルエットがですね、大きく変わってくるのかなと思ってます。まあ、当初はですね、細身で綺麗めのシルエットのものが主流ではあったんですが、最近はですね、トレンドがゆったりめのサイズ感になっているので、こういったチェスターコートもですね、緩めのシルエットのものが増えているんですね。今僕が着ているのは、昨年ですね、グローバルワークで購入したウーリーテックという素材を使ったチェスターコートなんですが、まあサイズ感ゆったりですよね。身幅を見ていただいても結構ゆとりがありますし、肩もですね、ここですね、ラインがだいぶ落ちていますよね。まあ着丈も長くて、これはですね、今っぽいデザインになったようなチェスターコートなんですが、カジュアルで着るのであれば、このような一着が非常にマッチするのかなというふうに思っています。ただ、定番的なジャストサイズのチェスターコートが NG というわけではなくて、例えばオンとオフ両方で兼用したい場合は、やはりですね、あまり大きすぎないものを選んだ方がいいかなと思っていまして、例えば今僕が持っているようなユニクロの定番のチェスターコートですね。これはですね、もう鉄板で使いやすいような殿堂入りしたアイテムなんですけども、シルエット的にはベーシックで使いやすいんですね。ただ、ビタビタな態度というわけではなくて、まあ、時代の雰囲気に合わせながら少しゆったりめになっていますので、こちらであればオンオフ兼用で使っていただくことができるかなと思っています。で、色に関してはですね、こちらがネイビーで僕が着ているものがブラックなんですね。まあ、この2色に加えてダークグレーみたいなもの、濃いものはですね、使い勝手がいいので、まずは揃えておくべきなんですが、もうすでにチェスターコートは持ってるよという方はですね、ブラウンだとかベージュのような少しですね、変化球の色を取り入れてあげるとすごくおしゃれに見えるかなと思うので、ぜひですね、ロング丈のコートは一着はちゃんとしたものを揃えていただければなと思ってます。まあグローバルワークでもいいですし、ユニクロでもいいですし、あとはセレクトショップのオリジナルですね。グリーンレーベルですとか、あとはエディフィスですとか、そのあたりもですね、すごく良いチェスターコートが揃ってますので、ぜひ皆さんも検討していただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、僕が今着てるようなダウンのようなアイテムですね。これまたですね、冬の定番的なアイテムで、まあ多くの男性にとっては必要になってくるアウターなのかなというふうに思っています。結構ですね、着こなしの中でも上半身に位置するものですし、しかもですね、一度買ったらかなり使うことが多いので、まあ個人的にはですね、しっかりとしたものをですね、選んでおくと便利なのかなというふうに思ってます。僕が今着てるのはですね、昨年購入しましたアークテリクスとビームスのコラボレーションのものなんですが、アトム AR フーディーというもので、ちょっとですね、この
通常のアークテリクスのロゴが大きくなっていて、しかもロゴがですね、ビームスカラーになっているというのが特徴的なんですが、こちらをですね、昨年はよく着ていました。ただこちらはダウンというよりも中綿のジャケットなんですね。ですのでダウンに比べるとちょっと薄手で、真冬は厳しいんですが、まあこれもですね、12月の後半、もしくは1月の初旬まではですね、よく使っているんですね。ただ本当の真冬になるとこれじゃ寒いので、まあ、個人的にはですね、セレクトショップのオリジナルのダウンがおすすめかなというふうに思っています。代表的なところで言うと、ナノユニバースですね。西川ダウンと呼ばれるような、もう人気のシリーズがあって、これもいいかなと思いますし、あとはアーバンリサーチ。これはですね、ナンガという寝袋のブランドがあるんですが、そことのコラボレーションのダウンを作っていまして、これまたいいです。あともう一つは、ビューティー&ユースですね。ここのダウンもですね、完成度は高くて、ファンが多いブランドなので、まあ、この3つをですね、頭の片隅に、まずは置いておくといいのかなというふうに思っています。ただですね、ダウンというと、3万円から4万円ぐらいのレンジになるんですね。まあ、特にセレクトショップはそれぐらいの価格帯なんですが、ちょっと予算的にオーバーかなという場合は、個人的におすすめなのは、今季はユニクロの定番のダウンもいいんですけども、やっぱりなんといってもこれですね。ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションのダウン。これが一押しです。やはりですね、このデザイン性が非常に優れていて、通常のダウンに比べるとディティールも凝っていますので、これは満足度が高いダウンかなと思うので、まあ1万円台中盤ぐらいまで買えるものであれば、こちらがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあダウンはですね、やはりこう体の中でも目立つ位置にあるものなので、できれば投資をしていただきたいんですが、まあ通常のダウンから少しですね、変化球を交えてあげるとおしゃれに見えるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目のアウターなんですが、今僕が着ているこちらのですね、薄手のインナーダウンですね。アウターと言いながらもですね、インナーと言ってしまっているところに矛盾があるわけなんですが、このですね、薄手のダウンが1着あるとですね、冬は大活躍するんですね。まあ、冬といってもですね、秋の延長線上でそこまで寒くない場合は、こちらのインナーダウンを一番外側に着ていただいて、アウター感覚で使うこともできますし、もっと寒くなった時には、この上にですね、ロング丈のコートを重ね着することで、このダウンを活かすことができるんですね。まあそういった意味で様々な使い方ができるので、こういったインナーダウン系は、ぜひ皆さんにも持っておいていただきたいなと思ってます。僕が今着てるのはですね、昨年購入しました、シップスエニーの別注版の体温のインナーダウンなんですね。これが非常に気に入っていまして、去年もたくさん着たわけなんですが、まあ、体温というのはですね、インナーダウンのブランドとしてはかなり知名度があって、様々なセレクトショップともコラボレーションしているんですが、こことシップスの別注バージョンが個人的には気に入っています。まあ、通常のですね、体温も非常にいいので、そちらで全然構わないかなと思うんですが、まあ、非常にですね、薄手であったかくて、この上に重ね着する際にもですね、使い勝手のいいアイテムなのかなというふうに思ってます。まあ今はですね、このようなインナーダウンは様々なブランドから展開がありまして、もちろんユニクロにもですね、似たようなインナーダウンありますし、無印良品のものも良いかなと思ってます。まあそれ以外にもですね、いくつかおすすめのものはリンクを貼っておきたいなと思っていますが、まあこのような形で丸首のニットの上にですね、軽く羽織っていただければ着こなしが完成します。もうカーディガン感覚ですね、見え方としては。まあそしてこれだけではなくて、この上にコートを着るのもバランスがいいので、この後ですね、ちょっと上にコートを羽織ってみたいと思います。はい、ということで上にですね、コートを羽織ってみました。内側にですね、こういったインナーダウンを入れておけばですね、結構コート自体が薄手でも暖かいんですね。まあ、特に今僕が着ているのは、秋だとか春に着れるようなライトなコートなんですね。まあこういったものをですね、秋だけではなくて、もうちょっと長く使いたい場合、まあ特に12月後半ぐらいまで使いたい場合は、内側にインナーダウンを差し込んであげると、意外とこのコートが長く使えるので、そういった形でインナーダウンを使ってあげるのもすごく便利かなというふうに思っています。僕の場合は今ステンカラーコート合わせてますが、あとはですね、モッツコートとか、そういった秋に活躍するようなアウターの内側に忍ばせるのもいいかなと思うので、このような重ね着のパーツとしてインナーダウンを使ってあげるとすごく便利かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、冬用のアウターとして脇役的ではあるんですが、こういったインナーダウンも用意をしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では冬に持つべきアウターを皆さんにですね、3パターンご紹介させていただきました。
まずはですね、チェスターコートのようなロング丈のアウターですね。これはきれいめのアイテムとして持っておくと便利かなと思います。そして二つ目はですね、カジュアルでいつでも気軽に着やすいようなダウンですね。これまたですね、多くの男性にとってめちゃくちゃ重要なアイテムかなと思ってます。そして3点目はアウターではあるんですが、インナー的に活用できるインナーダウンですね。これがあれば秋から真冬まで、結構長く使っていただけますし、秋のアウターも活かすことができるので、この3パターンさえあれば結構冬のアウターとしては十分かなと思いますので、この中からですね、気に入ったものを、2パターンぐらい持っておけばいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなと思ってます。ちなみに今回ご紹介した3つのパターンですね、具体的にどんなものがおすすめなのかは、この動画の下の概要欄にいくつか参照でアイテムを載せておきますので、そちらも参考にしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル、